毎度山田真嶋です。皆さん、授業中に早弁などしたことはありますか？あれね、やっぱりね、学生の時に、まあ、やったこともある。やっちゃダメなんですけどね、やったこともあるかもしれませんけど、あれなんで割れるかっていうと、先生と生徒がこうやって向き合う瞬間が多分あるからバレるんやと。先生がずっと黒板見て書いてるだけだと多分バレないんですよ、そんな簡単に。ってことで、今回はツーリング中にこうなるじゃないですか。絶対同じ向きになるんですよ。あの体の向きがね、こういう、絶対こうはならないんで。ということで今回、ツーリング中に飯食べてたらメンバーは気づくのかどうか検証していきたいと思います。信号待ちの時にね、こういう体勢になって、後ろが僕で撮影してると思って喋るんですけど、まああまり振り返らないと。その時に、気づかずにいかに食べれるかということを検証していきたいと思います。今回はね、ちょっと難易度低めのバナナで挑戦していきたいと思います。やっぱ剥いて食べるだけですから、グローブのままできますし。ちょっとね、難易度低めの食べ物ですが、これでバナナを何本食べれるか。今回はね、デーモンに、デーモンで検証していきたいと思います。指摘された時点で僕の負け。その時点でツーリング終了ということです。それでは皆さんやっていきましょう。レッツゴー。はいえー毎度山田村のチャイト。毎度山田村のデーモンでございます。はい、ということでね、今回は、はい、まあ、デーモン大好きカフェに行っちゃおうかなー。なんかまあ俺といえばカフェっていうのやめてほしいね。別に好きじゃない。しかもそこのカフェ聞いてください、デーモンのために作られたかのようななんかバナナのなんかがあるらしい。俺は俺といえばバナナジュースっていうのをやめてほしい。で違う。いやお前バナナ好きや言うてたやん。いやいいやん、バナナジュースっていいやん。いやバナナジュースとかけたらなんかまあ今はちょっとまだ言えへんけど、バナナの何かがある。バナナの何か、うん、ちょっとエッチなこと想像してもた。違う、なんで中学生じゃあええやん。ああええですよ、なかなか楽しみやん。久々っすもんね、ちょっとバイクに乗るんが久々すぎて。久々やな。うん、久々バイク乗って、うん、エンジンかからんかからん。ギアの合わせ方とかクラッチのカチャとかのあれも、なんか勝手がちょっと忘れてて。あーマジでだいぶやなそれ。ほんまに久々すぎて。あママチャリの家集合してから行くんですけど、いつも、うん、もう慎重になってきたもんね。途中でエンストも挟みながら。まあ皆さんもしかしたら今回は8ゴケがタイトルに入ってるかもしれません。入るか。まだ立ちゴケないからな俺。すごいよな、それすごい。ないやろ普通。まあ俺は立ちゴケはないけど、そういう取り回しゴケはあるな。取り回しゴケな。一回覚えてる、あの島並海道でさ、俺がマグナやった時に、ああ2個目の橋渡る時に、ああ俺がマグナのスタンド立ててると思ったら立ててなくて、あーみたいなで倒れたやつ。え、あれギリギリで耐えたよな。あ、耐えた。だからなんかその原付やとマジで耐えれるけど。確かにだ。もうほんまを中型以上になってくるとマジで無理やから、一回あってなったら。いやな、倒すしかないもんな、もう。いややな、倒したらなりも。一回でもなんか、うん、尾行の時に、彼女とおってんけどさ、うん、この LINE でさ、通話しましたって来るやん、自分ら通話し始めたら。あで、あ、電話してるなと思って、電話来てるわって言って、今日何やったんって聞かれて、あ、今日ツーリングやでって言ってて、え、なんで行ってないんって言われて、俺。ああ、なるほどな。いや、別に誘われてないし、って。で、普通に答えるやん。で、そしたら、え、個人で誘ってグループで通話する、めちゃくちゃ最低ちゃうってなって。確かに、デーモンの彼女さん、それは正しいですわ。で、俺、別にそんなこと思ったことなかったし、でも言われていたら、確かにそうやな。確かに、あの、マジで仲悪くなるというか、友達おらんくなる誤解方やな。でもまあ、あの誤解しないでほしいのは、あの撮影のあの、関係でな、例えばその、楓のシャリーのやつやったらさ、うん、楓メインやってん。そうなんすよ。そうそうそう、だから別に そこで俺別に誘われてないから、うん、嫌やなって思いはしてないし、楓メインやから楓やしみたいな、でマキちゃんメインやからマキちゃんやしみたいな。そういうことそういうこと、そういうことなんですよね。だから YouTube として誘ってるから。そうなんですよ、うん、プライベートだとそれはちゃんとグループで聞いてからやりますよ。もう最近プライベートのツーリング行きましょう、もうほぼ撮影になってるけど。バレた。いや、しゃあない。撮りたい時に撮っとかんとらん。そうやね。撮れる時に。いや、そうなんですよ。撮れる時撮っとかんと、弾がなくなるから。え、岡崎愛子選手。俺の小5の時の3人と同じ名前や。
そいつちゃん。この人でも、いやいや、パラリンピックは出ないでえもん。すげえ、ここの出身なんかな。頑張ってほしいね。頑張ってください。何の選手か知らんけど。いや、アーチェリーって書いてたわ。アーチェリーって書いてた。なんか、あれやわ、夏なったらさ、なんか要所要所に給水スポットみたいなの置いてほしいな。ご自由にどうぞ的な学校に置いてあるみたいなやつ。ああそうそうそう、ウォータークーラーみたいな手一つで出てくるやつな。そうそう、もうその頃から俺らはもう意識してたからな、実はこの YouTube を始めるってことを。で今日ユウが来るん。おい、岩田どうなんやろな。焦った。前がゴミ収集車やからね。まあお仕事頑張ってくれてるから、うん、いやこの間さあれやん、ゴミ収集車のさ人らがクラスターなってさみたいなニュースなってたやん。ほうほうほう。そしたらゴミの回収ができへんみたいな。はいはいはい。結構えぐいよな、そんなんだったら。ゴミの回収できへんってなったらもうえぐいことになるで。だからそんな感じですり抜けしたらどれでぐらいさ事故率が上がるのかみたいなのを出してほしいよな。うん、まあでも探してありそうやけどな、なんとなく事故の原因で。ああ危ない危ない。もう極端な話、バイクだけの道を作ってほしい、これは。えぐいやん経費。絶対事故らんくない。うん、しまなみ海道みたいなことやろ。そんな極端じゃないけど、まあ、まあまあ、でもそんな感じだな。区切られてるって感じで欲しいよね。ああ。でも昼飯食っていらん。食ってきたで。ああ、いいね。こだわせるで。俺がだって一緒に行ってたら嫌やもん。ドライブスルーしますって言われたら、はどうするんってなるわ。そこ送れんの。置かれへん。ギリギリメーター取って入れて、うん、メーターに入れて、あまあ、こいつバラ食ってる。こいつバラ食ってる。おすっと皆さん1本目でバレてしまいました。食い倒やん。デーモンさん、今回の企画カフェに行くなんかではありません。嘘やろ。まさかあれツーリング中何本バラ食えるかっていう企画。ここに貼る。カフェ行きたかったー。だからあの時なんかバーンみたいに言ってた。そういうこと。早いわ、ちょっと早いわ、気づくの俺。ちょっともうちょい行けたわ。いやーちょっと見てしまったもんな。二度見してた。二度見してもうたかもしれない、ほんまに俺。いやちょっと前まあ、ようこんな時にバラ食えたな。やばいやつやろ。ちょっと信号がいい感じに長くなくて、うん、最初結構喋ってたよ無駄に。いらんこと喋ってたわ俺。あんま横ついてなかったわ。分かる。せやな、ついてなかったから。でも別に違和感なかったし、ただねやからさ。でめっちゃその伺ってて何回か出してん俺ここまで。あー無理や、当たって。おいもうちょいうまくやれって。もうちょい隠しながらやれよ。いやただマジか。おっし、ちなみに3本持ってきてるから。1本くれよ。いやよかった、でも鏡見て確認じゃなくてよかったわ。あーよかったな。いやなんだ、目視でよかった、気づいたんか。二度見してた。ごめん焦るって。うんみたいな。後ろこいつってなったもん。なんか食ってるやんってなった。なんか持ってるってなったんか。まずいやもうバナナの皮見えてた。こいつバナナ食ってるやんってなったもん。いやおもろいね、でもこの企画。なかなか面白かった。ちょっとさ、動画出る前に俺まっちゃんとかにやりたい。ああなるほどな。自分でなんか飯持ってきて、バレへん飯持ってきて置いといて、いかにバレずに食うかチャレンジやりたい。いやこれだからバナナがほんまちょうどええねん。これめっちゃ難易度低い。難易度低いな。そのグローブのまま剥けるし汚れへんし、バナナが別に片手でできるからさ。そやな、パクって食えるし。うん、はい、ということで皆さん、いやー申し訳ありません皆さん、ちょっと僕が早まったばかりに。いや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 、これはちょっとでも焦ってしまいました。焦
焦りすぎやわ。もう時間あってんからいっぱい。乗せなんてもうめっちゃ長いよ道のり。一本は完食しました。あ、一本完食したん。した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 。一本食ってた。あと二本が。もうでも暑さでもうえらいことなってるわ。今食っちゃおう。検証結果、ツーリング中にメンバーにバレないように早弁できるでした。一応ね、バナナでは、一本はできると。ちょっと皮捨ててもらう？そうね、皮どっかで捨ててよ。いや、ゴミ収集車におるから。いや、ちょうど。ということで皆さん、ちょっとね、もしかしたらリベンジするかもしれません。違うメンバーで。その時はまた、この、バレずに何々シリーズ、これはシリーズ化していきましょう。いい企画やば。はい、ということで今回の動画も終了いたしました。それでは皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。バーイバーバーイ。おいしくいただいてます。残りを。いやー、これは3本のうち1本しかいけんかったから、やっぱ2対1で俺の負けやな。あ、でもこれほんま俺やから1本や。そう、絶対結構後ろ見ながら話すからな。でも見て話そうっていう俺の優しさ出ちゃったね。うまい。